さて、今日昼頃、小山市の交差点でパトカーとトラックが出会い頭に衝突しました。この事故でパトカーに乗っていた警察官など3人が病院に運ばれました。事故があったのは小山市阿波の宮の信号機がある交差点です。今日午後1時前。 小山警察署から出動したパトカーが赤色灯をつけてサイレンを鳴らしながら交差点に入ったところ左から走ってきたトラックと出会い頭に衝突しましたこの事故でトラックは横転しパトカーのフロント部分が大破しました警察によりますとこの事故でパトカーの助手席に乗っていた警察官とトラックに乗っていた運転手など合わせて3人が病院に搬送されたということです この事故の影響で周辺は2時間半ほど交通規制が行われました。パトカーは市内の企業で警報装置が作動したという警備会社の通報を受けて現場に向かうところだったということです。現場のすぐ近くに住む人は事故のあった直後に何かが落下するようなものすごく大きな音が聞こえたと話していました。 パトカーが事故を起こしたことについて小山警察署は、職員の事故については再発防止に努めるとコメントしています。現場は小山警察署から西に750メートルほどの交差点で、警察で事故の原因について詳しく調べています。